鬼切れやす綱は、元気総伝の日本刀。鬼切れ丸とも。所蔵する北の天満宮では、2017年頃より、鬼切れ丸別名ひげぎれとしている。土屋光伊図、日田義貞大屈林の戦に、お手を山田光家、義貞の身代わりとなる、港川の戦いで、日田義貞が、鬼切れと鬼丸の二刀流で奮戦する、塚倉時代の日蓮は、 この立ちは然るべき家事作り効果と悟しへ行こう。甘国、あるいはおにきり、あるいはやつるぎ、胃腸には、寒進むばくマリアが、剣に以下で過去となるべきや、と記述しており、古来、名刀として知られていたことが伺い知れる。特に、太平記の一節で語られる。おにきれは、法棄国の丹や安綱が北へ、坂の上の田村マロに報じた。鈴鹿山で、 鈴鹿午前との戦いに使用され、伊勢神宮に参拝した際には、天テラス大臣より、夢の中でお告げを受けて、伊勢神宮に奉納したという。その後、伊勢神宮に参拝した、源頼光が、夢の中で子孫代々に伝え、天下を守るべしと天テラス大臣よりおにぎれを、受け取った。頼光の手に渡ると、家臣である渡辺綱に貸し出され鬼の腕を切り落とした。 また、源三中が、徳良山の鬼を切ったことから鬼切れと名付けられた。元家に相伝された鬼説であるが、新田義貞が、北条氏の宝刀、鬼丸国綱と共に入手したものの、藤島の戦いで、義貞が芝高常に撃たれると鬼切れと、鬼丸は高常の手に渡る。高常が、鬼切れと鬼丸を手に入れたと知った足利高氏は、 源氏の着流である足利氏への引き渡しを求めた。それに対して、足利氏と同格であると自負していた高爪は拒否した、ため高氏を憤慨させたという。おにぎれは高爪から子孫であるもがみ氏へ伝来する。かつておにぎれは売りに出されたものの、勇士によって買い戻されて、北の天満宮に奉納された。おにぎれ、安綱の名は、本来は、安綱名であるが、 国綱名へと改ざんされているとされていたが、現在は安津名も安津以外が入れた後の追告ではないかと考えられている。末金敏彦による節末健敏彦は、この安津名も同時切れ、安津や京都国立博物館の立ち名、悪化と遥かに異なり、後世の追告ではないかと述べている。実際の作風からも備前風が強い。 所蔵神宮である北野天満宮も、伝や安なと表記を変更することがある。2020年に、春日大社にて開催された最古の日本刀の世界安な古宝記展では、同時切れ、安なと共に古宝記の刀として展示された。国綱名に関しても、鬼切れ、安なを保管していたと伝わる箱に、左近証言、国綱と書いてあるからであり、 現在は口作と見る目は少ない。刀剣自体は国綱は、国綱でも、古宝器と似ている古備前の国綱ではないかと鑑定する、声もある。太平記の記述は、後に、主典同寺の説話を描いた絵巻や、絵言葉などの書本で、よりが主典同寺を切ったたちの伝来として引用され、古写本系統の、鈴鹿の創始でも、田村丸春秋が蘇早の剣を用いて、 鈴鹿御前と剣合わせをする場面に影響を与えた。関幸彦は、太平記で元気相伝の鬼切れの剣の由来を語る場面について鬼切れの剣を介し、田村丸から頼光への武器継承の伝説が創造されていると述べ、おとぎ造史の世界は、太平記の記述から脚色されたものとしている。ありがとうございます。